乳酸は有機化合物でカルボン酸の一種である。キラル中心を一つ持つため共造異性体が存在するので R 体か S 体かの区別が必要な場合がある。乳酸の塩やエステルはラクターとあるいはラクテートと呼ぶ、解凍系の生成物として現れる。L 体は有点摂五53度の無色個体、DL 体は有点が摂十16.8度で、 常温で粘り気のある液体として存在する。天然には L 体が多く存在する。いずれの方も吸湿性が強く、水、アルコール、エーテルによく溶け、水溶液は酸性を示す。L 乳酸は解凍系の生成物の一つである。急激な運動を行うと、筋肉の細胞内でエネルギー源として糖が分解され、ピルビン酸を経て乳酸が蓄積する。 筋肉疲労との関わり回るの筋肉を使った研究に基づき1929年にヒルラが提唱して以来、乳酸は筋肉疲労の原因物質として考えられてきた。これは乳酸の蓄積による足動脂により収縮タンパクの機能が阻害されたためと理解された。しかし後の研究において、 足同脂質を筋肉疲労の原因とする説に対して反証が報告されてきた。そして2001年にニールセンラによって細胞外に蓄積したカリウムイオン系が筋肉疲労の鍵物質であることが報告された。ニールセンラの系では、系の添加により弱められた筋標本について乳酸などの酸を添加すると従来の説とは逆に回復が見られた。 2004年のペダルセンラの報告でも、pH が小さい時に塩化物イオンの細胞透過性が落ちることが示され、アシドーシスに筋肉疲労を防ぐ作用があることが示唆された。また、強度の高い運動では、ATP やクレアチンリン酸の分解でリン酸が蓄積する。このリン酸はカルシウムと結合しやすく、カルシウムがリン酸と結合してしまうと筋収縮に、 必須のカルシウムの働きが悪くなる。これが疲労の原因の一つと考えられている。カルシウムは本来筋小胞体に貯められ、筋小胞体から出ることで筋肉は収縮し、筋小胞体に戻れば筋肉は弛緩する。体内に蓄積された乳酸質は肝臓においてグルコースの再合成に利用され、血液循環によって各組織へ運ばれる。 この一連の過程を、コリ回路、または、乳酸質回路という。酸素供給不足を伴う運動時、この乳酸質の代謝除去を乳酸蓄積が上回る、限界点があり、血中乳酸質濃度が急速に増加を始める、時点を、乳酸正式位置と呼ぶ。乳酸素運動のトレーニングでは、LT を酸素供給の指標として利用し、運動強度の設定に利用することがある。 好期的代謝条件では、乳酸質の酸性量の約30%が肝臓の凝り回路により、糖心性に利用される。乳酸は、乳酸デヒドロゲナーゼによりピルビン酸に変化する。ピルビン酸は、脱炭酸酵素を含むピルビン酸デヒドロゲナーゼ、複合体の作用により脱炭酸し、補酵素 A と結合すると、アセチル COA となり、クエン酸回路や、 脂肪酸合成系に組み込まれる。血液中の乳酸とピルビン酸の比率は、おおむね1一1となっている。乳酸の代謝では、細胞膜を通過して乳酸が輸送される必要がある、場合がある。この乳酸の輸送には、いくつかの種類のトランスポーターが存在する。例えば、グリコーゲンが、側近繊維で分解され、乳酸を生成し、その乳酸が、チキン繊維や、 新菌のミトコンドリアで使われている場合がある。8.8%の濃度の乳酸を3ヶ月使っても美白効果はなかった。炭水化物を分解して乳酸を産生する微生物を総称して乳酸菌と呼ぶ。乳酸菌はヨーグルトやチーズ、バター、漬物、日本酒など様々な加工食品に含まれており、乳酸菌は食品工業に応用されている。また、 赤ワイン醸造過程では、乳酸は、リンゴ酸よりも酸味が弱いなど風味が違うために、乳酸菌を利用して、リンゴ酸を発酵除去して、乳酸を作ることにより、酸味などの味を整えるのに利用される。このように、リンゴ酸が、乳酸菌によって、乳酸と炭酸ガスに分解される反応を、マロラクティック発酵という。日本酒の醸造過程では、乳酸による、 酸性化を利用して雑菌の繁殖を防止するが、肝と醸造では乳酸菌を利用するのに対して、即状では乳酸そのものを添加する。すなわち、肝と形醸造では乳酸菌の発酵によってできた乳酸を利用する。乳酸そのものを加える即状による醸造では、この発酵の過程がないために生産速度が上がる。長所がある一方で発酵の過程でできる。 他の発酵産物による微妙な味わいや香りが失われる欠点がある。乳酸を加熱することで脱水縮合に浄化し、ラク地ドを形成する。ラク地ドは水を加えて熱すると、加水分解により乳酸に戻る。乳酸のヒドロキシモトとカルボキシルモトがエステル結合を作って長くつながったものはポリ乳酸と呼ばれ、生分解性プラスチックとして、 研究対象とされる、ありがとうございます。